リンの信頼アンバサダー。さあ始まりました、みのりんの信頼アンバサダー、第7回目でございます。ご存知の方も多いかもしれませんが、6連敗しております全負け中ということで、もう毎回毎回来るたびにもう恐怖なんですけど、今日こそは、今日こそは、毎回言ってますが今日こそは勝ちたいと思います。はい、ということで、前回はでも北斗連勝ですね。で、一応最後にラッシュ入れたんですよ。そうで、ちゃんと出玉も流したんですよ。だからこれは勝利に近づいてます。はいかなりドキドキしてますが、前回の、アンケート結果見たくないですけどお願いします。そうだ、頑張っての応援の4つ目の選択肢を作ったんでした。皆さんありがとうございます。 64% 頑張れ、あとは、まあ、まあまあまあ、でもこんなに本当にすいません、ありがとうございます。いや本当もうしょうもないね、展開ばっかりではい、ありがとうございます。いやもうでもこんなに応援してくださる方がいるということはプラスになればね、きっとぜひ打ちたいがね、こうズバーンとね、もう突き抜けちゃうんでしょうね、グラフがね。ということで今日は本当に頑張りますよ。はい、この番組が6号機のね、厳しさを伝える番組では決してないということを今日証明したいと思います。1枚のプラスにします、頑張ります。はい、ということでですね、今回の実践隊は信頼喧嘩風部4です。はい、まあ喧嘩風部はもう結構ねおなじみの知ってる方も多い、コンテンツというか、だと思いますけれども、まあ新たに6号機で初ですね、ということですので、まあ今までの、まあ、覚醒とかね、武将対応まあ、その辺は多分そのままだと思うんですよ。まあ、なぜでも私も本日初打ちですので、いろいろと探りながら、頑張っていきたいなと思っておりますので、皆さん応援よろしくお願いします。それでは早速実践の方行ってまいりたいと思います。今回の天下風部方をですね、ボーナスをまずは当てるのが、メインルートですかね。で、ボーナスはゲーム数解除もありの、子役解除もありので、まあ、そこから覚醒に持ってって、AT 手がラッシュに突入させたいという仕様になっております。で、今ステージが、秀吉の、ステージですけど、チャンス目引きましたでも秀吉のステージなんで、とりあえずベルが一応対応子役になってます。だけど今チャンス目引いたんで、ちょっとチャンス発展します。卒業今度は家康なんで、待ち物が対応役ですが、おそらくさっきのチャンス目は今の椅子でダメだったってことかな。この前兆がなんとなく多分始まってると思うんですけど、またゲーム数消化ですね。天国のモードだと136ゲーム以内の当選になります。結構天国というか、まあ136ゲーム以内の当選率が高くなっていると言っておりますね。当たるなら当てておきたい。場内ステージです。店長入りました。ピンクぐらいまで行くと結構熱いんじゃないかなと思いますけど、とりあえず黄色じゃ勝てる気がせんな。どうよ、ガクガクし、はい、もなし。やっぱタイミングよく子役を引くのがね、結構ハギになってくると思うんで、
うまく噛み合いたい。ここで、お、どうした、夜行った。436ゲームのところで一応仮天井があるみたいなんですよ。だからそこかもしれないです。それの前兆で夜に行ったのか。おい、あ、こっから場内とか、あ、行きましたね、場内ステージ行きました。お、来た、黄色が覗いてた、あ、覗いてる、来ました、来ました、緑。おお、兄ちゃん、おお、いた。めっちゃ、金文字でした、確定でございます。432ゲームです、あ、433、432、はい。投資が9000円と、なりますけども、おそらく仮天井の、ところで、当たったと思われます。ゲーム数消化です。さあ、無事に、ボーナス確定いただきました。うわほ、あれ、あ、レギュラーボーナスです狙えてなかったっぽい。レゴか、まあでもレギュラー中も、レア役で覚醒の抽選はしているので、なんとか引きたいと思います。終わらないで、終了。カード出てきました、まあ、おカードが基本パターン、赤だとこう設定したとか設定したがあるみたいです。いや、全然覚醒の彼女も出てきませんでしたね、レア役がいけないから。あ、三部将だ、3人いる。ここはどのレア役でも用チャンスになってます。おお、来たんじゃない、うん、とりあえず4つベルは引けた、怪しい。おお、いいよ、ほうほう、後期だけ初めての演出だな、なんか熱そうじゃないですか。あ、やった、いいよ、チャチャップ、えい、やったもう演出がゴリゴリで、なんかすがすがしいですねはい、172ゲーム、はい、で、当選でございます。次こそまずビッグを引きたい、早いよ早いよ、昇格のチャンスちょうだいよ、ひどいよ。お、やった、昇格だった。お、後ろ7か、赤7の方がいいボーナスっぽいですが、まあとりあえず定価ボーナス、ビッグいただきました。信長からいきますか、一通りいきたいと思います。そんだけボーナスが引けたらいいですが、で、定価ボーナス、40ゲームございます。で、順増が3枚、約3枚の、ボーナスです。お、いいよ、ジェリー引いてます。で、ここで最終ジャッジがきっと最後の方にあると思いますけど、クリアできれば覚醒ですね。間に合わなそうですな。さあ、残り3ゲーム、お、ジャッジ、あ、やった、予選全部止めなくてもいいみたいですね。はい、止めれば止めるほどチャンスだったのかな。まあとりあえず勝利、無事、覚醒はゲットできたようです。はい、覚醒つきました。とりあえずボーナスで110枚ゲット、ここからでございます。覚醒
作戦は20ゲームから60ゲームの、まあ、点がラッシュに出るためのチャンスゾーン的な感じと思えばいいですかね。8.3分の1、はい、8分の1、約8分の1いければ点がラッシュに入ると、まあ、20ゲームあるんです最低でも入らないことはないでしょう。あのもう10ゲーム過ぎてしまってるんですけど、あれお岩が、あー行ってくれー、青津だけど終われよかった、危ない、あと4ゲームでした残り怖い、で点がラッシュ AT、約 2.8 枚ですかね、純増約 2.8 枚となっております。でこれもステージが、2種類ございまして、とりあえず2種のステージからレベルを上げてって、という感じですね。テンガラッシュ中にボーナス当選だったり、あとは新テンガラッシュへの昇格を目指したいと思います。新テンガラッシュ行くと、覚醒のゲーム数上乗せ、の加算的な感じになるんで、うん、最終ジャッジただでレベル2なんですよね。はい、赤羽一番弱そうです。不発です。で、覚醒残り4ゲーム、まあもう3ゲームちょっと厳しいのかな、 1.3 分の1は、あ、頼む、ダメか、ダメよ、ラスト、あー終わりました、239枚、もうちょっとループさせたかったですねまあでもなんとなく流れはこういう感じ、まあ、天国の他にも超天国の、ね、もう、モードもあるので、超天国だったら36ゲーム以内に当選、おお、チャンス目だ、お、いいよ、怪しいでござる、わおわお、発展です、あ、つかない、はい、おお、やっぱ熱そう、奥方殿が、あ、でも当たってないだろうな、あ、当たってる、やったやっぱり奥方が出てくると勝ったのかもしれない、多分これあの信長の時にチャンス目引いた後にチェリーも引いてたんで、それで当たったんじゃないかなと思います。89ゲームです。もっと引退で当たりました、さあさあさあ、お、赤、あれ白7ですね多分白7でしたね、2連狙わないとダメですね、失礼しました。じゃあ今度は秀吉でいきましょう、めちゃめちゃキャバクラですね、あーたーちゃん、いっとこ、いっとこ、やった、よかった、優しい秀吉、おう、いや待って怖いです嫁が見てます、怖いです、あ、緑まで行った、みんなのアイドル癒し系アジア人娘になりました。さあ、ランキング発表ジャッジでございます、
お願い。あー嘘、ダメだった。学生に入らない。あー残念ながら学生は入らずということで、まあ緑なんて、軍旗の下ですね。偶数の2人、まあ、一応犬も1人として複数キャラで、偶数の示唆となります。ローマンステージ、あ、参戦獲得。お、来るね。お、いいよ。特徴点、これはなんか当たりそうな感じではないかな。先をボタン押させてもらえる、イエーイ。早い、34ゲーム、35ゲームだ。おそらく36ゲームの初手目だったりするんですかね。ものすごく早く当たりました。ゲーム数、解除です。さて、あー白です、すいません。どうしても1個の方を狙っちゃう。家康、家康でいきます。めちゃめちゃヒップホッパーな感じです。あ、一発告知かな、家康のは。急に告知入るかもしれない。お、えい、お、やった、どうや、どうや、すげえ、どうや巻物引いて、多分、覚醒ゲットできたと思います。あ、それが噂の、それが大事。ご本人がね、歌ってくれてるやつなんですよね、これね。めちゃめちゃ替え歌なんで、しっかり何番かまではあるみたいなんですけど、全部は聞ききれませんでした。さあ、覚醒入りました。早めに当てたいね、一発ね。おー、早ーい当たった、本当に早めに当たった。エンガラッシュゲットです。まだ19ゲーム残ってる。じゃあさっき武将ステージでやったんで、奥型ステージでいきます。めちゃめちゃバブルですね。いや、1ミリもレベル上がんないですね。全く期待が持てませんでした。ただまだ覚醒ありますから。おお、覚醒だぎゃ。お、なんか言っとる。よしよしよし、持ち物。おお、レベルもう3、早いぞ。今の持ち物が効いたかな。おお、そうすれば覚醒のゲーム数は乗せ、興奮中。おお、結構した、5ゲーム1のせいです。おお、激アツ、多分ボーナス当たってる。よし、ドン、やったー、レギュラーだった。はい、お、でも今赤くなりましたね。これ47人、いや、いかにどん、あー、ダメだ。はい、青です。あ、でも5ゲームは乗せてくれる、終了時。さあ、覚醒のゲーム数も少し乗っております。さっきの5ゲームとこれで10ゲームは乗ってるのかな。はい、26ゲームありますね。当ててこ、当ててこ。あー、あー、やったー。で、
ガー手柄シュー、おチェリーです、レベル上がりそう、もう一丁来ない、お6本おおやった、黄色いきました、レベルマックスでもうボーナスは確定です、もう一個上に行ったらね多分進展がラッシュなんだと思うんですけど、あ赤い、あでもそっか当たってるからかボーナスがね、えい挑戦、白なんですね、白7ボーナスです、デカボーナス、そんなあーダメだった、あ覚醒でもまだ26ゲームあるんでいけますよ、うんよかった、はい手柄シューゲット、いや勝ったな今日はさすがに、おいいよいいよ、いいものじゃないチャンス目、いいね、おおセクシーレベルマックスボーナスです、レアヤコ引けると強いですね、延長延長あ延長延長、今とりあえず60ゲームのに当選してたかも、もしかしたらまだ延長するかもしれない、せっかくレベルマックスで延長も入ってるんで昇格させるチャンス、うん、さあボーナス当選、結果的に60ゲームの点がラッシュだったということですね、いや長く回せたのでめちゃめちゃ出玉も増えてます、もう気づいたら1000枚超えてるんで表示、もう何があって今めちゃめちゃホッとしてますからね私今日は勝ってる、おー赤7だ、赤7発引けました、赤7の方が覚醒のチャンスも大きくて普通に手柄手中のボーナスだと覚醒のゲーム数乗せやすいとかですかね、どうだ、あーいたー、来ました、勝利となると、あ20でかい、やっぱりいつもね5ゲームの上乗せが、勝利するとやっぱり増えてるっぽいです、さあ覚醒が残り44ゲームもあります、まあでもね気抜かないでいきますよ、やったー気持ちいい、おー覚醒だけや、やった1ゲーム、おーなんかすごく強そうなカットインが来た、大きいカットイン覚醒だわ、やったー、久々に負けです、手柄シュー、よかったよかった、あーもうでももう20ゲームしかないです、不安不安、おお。よしよし、あーでもあ落ちたよ、あーよかった、ありがとう、残り3ゲームですけど上乗せしたい、ラストゲームです、あ何も演出がない、あ終わっちゃった、1752枚でも相当頑張りました、感想もちょっと目指したかったんですけどあと一歩及ばず、全部でも2000枚弱はもうあるんですよ手玉が、あほぼほぼプラスは確定でしょう、
ここはちょっともう人波ぐらい欲しいですね。なんなら今まで負けてきた分も全部取り返す勢いで出したい。今は、信長先生、次です。点です。いるか。お、ちょっと赤い。待つんだ。よっしゃー、やればできるじゃないか。やりました。242ゲームですね。信長の時にうまくいけました。よしよし、まだなんとかなる。おお、赤七だ。天下ボーナスです。これは覚醒期待と高いんで入れます。一度もおてんちゃんをどうにかできてないんで、おてんちゃんを1位にしてあげよう。お、赤まで行きましたよ。まだ2日目なのに、こう頑張ってるよ、おてんちゃん。いやー、満タンにならないところがね、ちょっと怖いんですけど、今日高嶺の花超絶イケてる娘なんで頼む。赤までは初めて行った。売上7777です。これはもう確定ですね、きっといただいたな。おてんちゃん、やったー、よかったです。さすが赤7。これでもう一波掴んで、ちょうど時間も良いかと。初当たりの覚醒で、ナビダの低下チャンスの話をしようと思ったんですけど、当たりました。まあ一度もね、低下チャンス、低下ラッシュに入らなくても必要泣きの救済もあるみたいなんですが、とりあえずは残り11ゲームあります。まだ絶対奥型ステージの方が好き。あ、レベル3だ、嬉しい。さあボーナス確定です。じゃあせっかくなんで、それが大事を聞きながら消化します。あ、これでそか、揃えるのね。はい、あ、もう、あ、やっぱ偶数よりかな。ラスト、終わっちまいました。終了画面は毎回一緒だな。543枚、ちょっとの時間で500枚くらい塊で出てくれたので取り戻したかな。天国見てやめようと思ったんですけど、三部城はやっぱ暑そうなんで。チェリーです。あ、暑い、これは暑い。えい、肩に当たりました。やっぱ三部将は暑そう、うん、暑いと思います。169ゲームです。セリーで、ボーナス、あー昇格する隙もなかったです。終了。あ、え、お、赤だ、赤こう設定した。こう設定したで、まあ、設定位置だとかなり出づらいやつらしいんで、まあ、位置否定的な感じですかね。いいカードが出てくれました。みのりの信頼アンバサダー、実践終了です。お疲れ様でした。さあ、いつもとテンションが違いますし、ここまで見てくれた方は、分かっていると思います。いっちゃいます、勝ちました、今日は勝ちました。
本日ですね、天下風部4ですね、6号機の、天下風部4を打ちまして、投資が、12,000円で、回収がなんとなんと2,015枚、ということですので、プラス1,415枚です。わーい、やっと勝てました。ありがとうございます。新大アンバサダー初勝利でございます。さあ、ということでですね、今日はかなり、神がかった展開というか、でも内容的には実はあんまり偉いやつとかは引けてないものもいっぱいあるんですよ実は。まあ、それでもね、あんなに出せたっていうのがね、もう私としてはもう大満足の結果でございます。まあ、勝因としては本当にあんまりハマらずに引けてたことと、まあ1回の、まあ、2000枚近く伸ばせたダッシュもありましたので、まあそのおかげかなと、いや皆さんが応援してくれたおかげかなと思っております。そしてですね、今回の、天下風部4ですね、まあ良かったポイントといいますか、面白かったポイント、挙げさせていただきます。まずはやっぱりその、まあ、前回からの、同じような、子役対応、武将子役対応、来役対応が、まあ、やっぱり面白い、ここって時に弾けると嬉しいみたいな、まあ、今日は、ね、結構なかなか噛み合わないタイミングもたくさんあったんですけど、まあ、とかとあと、まあ、今まで通りのあの天下風部のあの空気感あのおちゃらけてる感じ、演出もたくさんあって、まあ、楽しいかなとやっぱり思いました。はい、そしてもう一つ、あの覚醒中 の、 あの仕様なんですけど、まあ、8.3 分の1 の、 あの自力感が、やっぱり当てられた時気持ちいいな。 8.3 分の1でいけなくないなって思えるんで、たとえ1ゲームだけでも、残り1ゲームでも頑張ればいけるんじゃないかっていうのがねあるので、まあそういうやる気にさせてくれるシステムですか、はい、がいいなと思いました。あと意外とそのまあボーナス当てて覚醒入れて、天ガラッシュ入れて、でそれでボーナスまた当ててとかって、まあいろいろ段階はあるんですけど、あの打ってみたら意外と分かりやすくて、まあ今までの天下風部打ってた方はもちろんですけど、まああまり触ってこなかったよっていう方でも、分かりやすく楽しく打てるんじゃないかなと思います。はい、かなりもう今ね、世界で一番天下風部好きです私今。はい、もう本当勝たせてくれてありがとうございました天下風部様。はい、ということで今回の天下風部4ですね、ぜひ打ちたいと思った方は1番、こちらアンケートぜひぜひ、答えていただけると嬉しいです。まあ、2番機会があれば打ちたいですね。はい、で3番、まあ3番はいないだろうな、いないと思います。今回は3つです、アンケートは3つですね、はい、にしますのでぜひね1番、回答をお願いいたします。さあ、ようやくですね、7回目にして勝利できましたので、この先、まだ、来月もあります。まあ、まだどの台になるかは分かりませんが、今度は連勝を目指して頑張りたいと思いますので、また次回も、見ていただけると嬉しいです。それでは本日はお疲れ様でした。ありがとうございました。